皆さん、こんにちは。音の距離を測る言葉。パート1は、全音や半音などの言葉とメジャースケールの音の並びについて学びました。パート2では、メジャースケールを元にした音の距離を測る言葉、音程。音程には、2つのグループがあり、その1つ、単然形に属する音程、1度、4度、5度、8度、について解説しました。パート3では、そのもう一つのグループ、長短形の音程、2度、3度、6度、7度についてお話ししたいと思います。確認ですが、音程は、単然形と長短形の2つのグループに分けられます。また、そのどちらも、メジャースケールに基づいて考えられています。すなわち、ドからドまでの距離感を、B1、ドからレまでを、メジャー2、ドからミはメジャー3、ドからファは P4、ドからソは P5、ドからラはメジャー6、ドからシでメジャー7、ドからオクターブ上のドは P8 となり、これがすべての基本となりますので、暗記事項です。他のものはこれと比較して考えます。前回の残り2度、3度、6度、7度が長短形と分類されるのですが、単全音程と同じようにメジャースケールが基本になります。しかし、その響きは単全音程ほど安定したものではありません。3度を例にとってお話しします。まず、単全音程と同じでメジャースケールのドからミを基本と考え、メジャー3度、メジャー3、M3、長3とします。しかし、ミが半音下がっても同じ程度の濁り具合なのです。そもそも、ドからミは少し濁っているのです。そして、ミがフラットしても同じ程度の濁りです。どちらがハーモニーとしてより安定しているか決められないのです。そこで、メジャーの反対語、マイナーを使うことになりました。メジャーは長いという意味でしたね。マイナーは短いということです。具体的に、ドからミの距離感と、ドからミフラットの距離感が、そのまま長い短いということです。そして、この甲乙つけがたい2つを基本と考え、さらにずれた場合に、オーギーやディムの記号を使います。具体的には、この表のようになります。音でも聞いてみてください。確認問題です。例1、ドから、カッコ、は、メジャー6。答えは、ラです。これは、決定事項です。これと比較して、他の音程を測ります。例2、レから、シは、レミファソラシで、6度です。が、メジャー、マイナー、オーギュー、ディムが、わかりません。基本決定事項のドから、ラと比較してみます。ドから、ラは、前々半、前々。レから、シは、前半、前々前。全体の距離は同じですので、メジャー6です。レ3、ミフラットから、レシャープ。ミファソラシドレで、7度です。メジャー、マイナー、オーギュー、ディムが、わかりません。基本決定事項のドから、シと比較してみます。ドから、シは、前々半、前々前。ミフラットから、レシャープは、前々前前半と、1音半。答えは、オーギュー7です。ミフラットとレシャープは、同じ音ですが、距離を測る場合には、
あくまでも異なる音が変化したものとして解釈します。音程は、とにかく数え慣れるのが、一番だと思います。掛け算の九九のようなものです。練習問題を出しておきます。初級、暗記事項。問い1、ドから、ドは、カッコ。答えは、B1。問2、ドから、ソは、カッコ。答えは、B5。問3、カッコ、から、ミは、メジャーさん。答えは、問4、ドから、シは、カッコ。答えは、メジャー7。問5、ドから、カッコ、は、メジャー6。答えは、ラ。問6、ドから、では、カッコ。答えは、メジャー2。問7、ドから、カッコ、は、P4。答えは、ファ。中級。問1、でから、ドは、カッコ。答えは、マイナー7。問2、ファから、カッコ、は、B5。答えは、ド。問3、ミから、カッコ、は、マイナー6。答えは、ド。問4、ラから、オクターブ上のラは、カッコ。は、答えは、B8。問5、ソから、ドは、カッコ。答えは、P4。問6、シから、ドは、カッコ。答えは、マイナー2。上級。問1、でから、ファシャープ、カッコ。答えは、メジャー3。問2、ファから、カッコ、は、ティム4。答えは、シのダブルフラットです。問3、ミから、カッコ、は、マイナー2。答えは、ファ。問4、ラフラットから、ミフラットは、カッコ。答えは、B5。問5。ソシャープから、ドは、カッコ。答えは、ティム4。問6、シフラットから、ドは、カッコ。答えは、メジャー2。問7、ドから、シは、カッコ。問8、ファから、
みは、かっこ。トイキュー、イソから、ファは、かっこ。7、8、9の、この3つは、関連性があり、一度に覚えておくべきですので、分けずにまとめて出題します。答えは、順に、メジャー7、メジャー7、マイナー7です。音程は難しいですが、マスターすれば、とても便利な考え方です。一回でマスターしようとせず、他のことをやるうちに、つながってくることもあるかと思います。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。